酔いでこうやるんですけど、お仕事中だともうそのこれでこう振り返って、しかもこう体がこう動かないじゃないですか。でそれでだって相当難易度は厳しいっていうか大変な感じです。烏帽子の上からかぶって、で、元取りをこの筒の中に入れてます。あのてっぺんに出してるように、この中に出します。で、固定します。で、入れるのはひたたれです。この鎧ひたたれと同じです。で、左手は固定をつけます。仮装束の時は、普通の寄せなんですけど、忘れたので、おひょっとして。これはあのムカバキといって鹿の毛がチャックスみたいなもので、森の中走ると木の枝がありますので、そのままだと日向れなんかに引っかかりますので、これで防御してこれはあの鹿側の手袋ですね。で、まあ、小桜模様が多いですね。あとは右はエビラーで、まあ、トンボの、まあ、こっちはタチ、タチで、まあ、昼巻きダチといって、銀メッキした銅を、ぐるぐる巻きにして運動しているタチになります。はい、で、まあ、これは、鶴巻きで、まあ、弓の解剖をこの中に入れてます。あとはまあ、担当ですね。そして靴は、異物を履いてます、ね。結構ね、太刀をつけてるので、普通にいるよりものすごい邪魔なんですよね。なのであのこのなんていうんですかね、その今の鎧もそうですけれども、太刀つけてやっていただきましたよね。それがなくなって弓引くとどんなに簡単なんだろうっていう感じなぐらい全然違います。で普通にですね、履くとどうしてもお尻が下がって、馬のお尻を叩いて、そうすると馬がこう早く行けっていうことになっちゃう。なんでそのこの辺をですね、私はちょっとインチキしてこう止めてるんです。ただここを止めると今度は乗るときに、そこは自由が利かないんで乗るときに邪魔だ。乗るときはこういうふうに。こういうふうに動いた方が乗りやすい、うん、でも下がってると馬のお尻を叩くんで、乗ってるときはこう固定しておいた、はい、はい、早い